言える。母さんと放火さんの傷を治してあげて、できることなら全部だ。うん、任せて、主様。母さんも放火さんも俺より強かった。特に放火さん。さすがは世界三強、数年戦闘をかじった程度の俺だと届かない領域にいるな。今更ではないか、主様よ。よく失礼するぞ、現実に叩きのめされている主様よ。その通りだからね。主様が天の絵にかなわないのは予選の組み合わせが決まった時からすでに理解していた。だからテルを呼んだり、時間ある限り私がずっと面倒を見ていたのだろう。そうだな、本当にずっと面倒を見てくれてるよな、感謝しかない。それでだ、実力差は今さらどうしようもない。だから今からその実力差を埋めるための布石と準備をする。あるのか？策が。ああ、だがまずはこの一回戦だ。結果と同じようにある程度制限させてもらうぞ。放火戦に必要な知識はその後教える。まずは一回戦、制限ありの状態で勝ってみせろ。それができれば少しだけでも勝機が生まれる。わかった、ネル、教えてくれ。もし次私のところのパトが勝ったら放火と戦うことになるわね。その時は本気で相手になるわ。私のところのラディウスがお世話になったわけだしね。そうだ、姉さん、落ち着いたら言おうと思ってたんだけど。どうしたの？確かに落ち着くどころか、落ち込んでいるけど。さらっと嫌味混ぜないでよ。負けてすぐよ、それくらい理解しなさいよ。私だって不老不死の天の絵だけど、まだ38歳なのよ。その天の絵なんだけどね、生き残りを見つけたわ。しかも純血の天の絵が。本当、てっきり殲滅されたと思ってたのに。残念ながら20年前に間違いなく死んだわ。各地域で住んでいた天の絵もあの当時に暗殺されて、純血はもう霊か姉さんしか残っていないわ。でもここ最近東京の孤児院の教会で純血の天の絵が保護されているのを知ったの。七曜教会、ってところなの、知ってる。あれ、それって確か桜花が保護している子たちが以前所属していた施設名じゃなかったかしら。名前は天の絵、かなで、年齢は20歳、今年で施設卒業になる年齢ね。親は天の絵一族の族長の息子と星読みの天の絵一族の娘、大物一家の末裔ね。星よ奏でる教えよママムに、七曜の象徴たる聖夜の星月に教える感謝を。さて、子供たちの料理を作りましょうかね。そっか、あの事件を逃れた子がいたのね、よかったわ。この大会で私が負けて、時間ができたら私が保護しようと思ってるわ。そうね、よろしく頼むわ。ちゃんともう、私が治療するからこっちに来てー。あれは、うちのパトの専属医師らしいわ、ご厚意を受けましょう。ハク、お疲れ様、すごくいい試合だったわよ。私の策を忠実に実行してくれてよかったです。メリアちゃんか、考えてくれた策を、疑うなんてしないよ。嬉しいですね、次の月下ちゃんとの試合は二人とも独自で頑張ってください。二人の試合に関与するほど野暮じゃないからね。うん、すっごく頑張る。月下ちゃんとも約束したし。月下ちゃん、ごめんなさい、ずっと。睨みつけて。気にしてないわよ、試合でピリピリしてただけでしょ。私だってそうだったし。いや、そうだけど。でも態度が悪かったのは、事実だから。そっか、でも悪意じゃないのは理解してたから。お互い強い相手を撃破して試合ができる。間違いなく私たちの実力は世界トップクラスよ。全力を尽くしましょう。互いに悔いが残らないようにね。うん、試合では。容赦しないからね。こちらこそ。やっぱりあの子はいい子ね。純粋で一途ですごく真面目な子だわ。だからこそ自身の信念を大事にしてるのね。手強いわ。二人とも見えてました。私は何か何やら。ことかにはきっと難しいかもの。じゃが訓練をすればことかでもいつか見えるようになるのじゃよ。そうなんですね。頑張ります。ぜひ。私でも最後の放火さんの動き、全然わからなかったのに。現実世界にはあれだけの剣の達人がいるんですね。世界は広い。しかもさっき負けた方が石化と桜花のお母さんらしいわ。負けたと言ってもかなり強いけど。いやいや、あれは仕方ないんだぜ。それより次はやっとオープン主だ。どこまで強くなったか見ておかないとだな。霊夢、そろそろ起きろ。やっとオープン主、月下から知り合いいなかったから寝てたわ。ここから大体知り合いだから楽しめるわよ。次はパトの試合だね、かな。パトは私たちと違って真面目に昨日のギリギリまで訓練してたんだから大丈夫だよ。そういえばカナが相手してたんだよね、どうなの。そうだねー。なるほどね、それを制限すればいいんだな。ああ、それを放火線の隠し種とする。成功法で勝てないなら不意を尽くしかないからな。制限した状態で勝つ確率は約 40%、 多少不利だけど、不可能ではないな。さて、次はとうとう主様だ。テルと私の教えを存分に発揮してみろ。そこの出し惜しみは必要ないからな。ああ、アドバイスありがとうネル。構わないさ、容量が悪い主様をサポートするのが私の役割だからな。
試してくるといい、自分の強さを。あ、いたいた。主様、試合頑張ってねー。はぁ、一応間に合ったみたいだね。そうなんだ、それで何しに来たの？私が、すごく応援したいからって連れてきてもらっちゃったんだ。めんどくさいって言ったらずっと頭の上でペシペシ叩いてくるから仕方なく。何その構図、すごく癒されるんだけど。迷子になったら危ないからここで待ってて、ネルもここにいるからさ。ロリコンの主様よ、なぜ私がエテルの重りをせねばならないんだ。私もついてるから大丈夫だよ。ロリと獣娘。言い直すな、いいじゃないか、どうせ暇だろ、仲良くしてくれ。私別にネル様嫌いじゃないよ。そうだな、私も別にエテルやスティアは嫌いではない。みんな仲良しだよ。ならいいんだけどね。それでは続いて1回戦第10試合を始めますので、選手はスタンバイお願いします。待って、母さんの時より適当になってない。そうだろう、上司と上司の姉の試合だぞ、ふざけたらまずいだろう。上司はどう？カマキリ。悪くないわね、そういえばちょうど聞きたかったのだけど。どこまで力を使っていいのかしら。全部使っていいわよ、じゃないと程度が測れないでしょ。でもそれ、計画に支障が出ない？地球防衛軍側も全力でやってネタを披露してくれてるんですもの、こちらもある程度出しても問題ないわ。でもそれは、バカね、相手は種をばらしても私たち闇側を制圧できるって考えなのよ。つまり舐められてる。ならこっちも強さを見せつけろ、安心しろ相手は弱くない。情報を見たが、相手は1年前コオロギを討伐したやつだ、それに副隊長撃破。なるほど、私たちにも因縁があるということね。因縁だらけよ、間違いなく私たちの計画の邪魔になる、だからここで相手の底を出しておきなさい。わかったわ。そういえば聞きたいのだけど、なんであなたは私たちの仲間だったがお殺したこと仲良くしてるの？さあ、人間的に好きだから。かしらね。殺す殺したに関しては私も人のこと言えないし、別に恨みとかないわ、がもこの組織にいた以上死を覚悟してたでしょうしね。安心して、公私混同はしない、仕事で殺せと言われれば殺す、それだけよ。それって誰も期待してないし、誰も信頼してないってことじゃない？だから他人の出来事に関して感情的になれないんじゃないの？やっぱりあの子はどこか壊れてる。まあ壊れてないとこんな組織になんかいないか。それでは、試合を始めますので入場お願いします。ますます。お手並み拝見ね、世界。先に入場してきたのは、カルバーナ選手。予選では空間ごと一刀両断、そして空間ごと選手駅に飛ばすという荒技を見せつけたクレイジーレディーだ。さあ、この試合で新たな技を披露してくれるのか、楽しみっす。うっすうっす。さあ、次に出てきたのはパト選手。予選では前年度ベスト8のラディウス選手へ撃破し本戦出場。実力は間違いなくベスト8クラス。そんなパト選手、本戦ではどのような戦い方を見せてくれるのか。楽しみすぎてさっき食べたラーメンがリバースしそうです。私油物苦手だったの忘れてました。初戦一撃、そこで治療を図り、策を作る。予選では武器を使ってたわね。大会モニターはずっとラディウスという男を映してたから序盤の方のこの子の情報はなし。つまり私の持つ情報は、権利と強行と攻撃、相手の情報はおそらく、私が攻撃で使った空間切断、くらいか。まずは初手、ここを制した者が流れを取る。それでは1回戦第10試合、開始。さて、主の試合まで時間あるし、少し寝てようかな。ねえねえ、エテルちゃん、主様に頑張れって言いたいからネルについていって。頭をペシペシしないでよ。でも私はあまり動いちゃダメだって言われてるのに。私が責任持って迷子にならないように道案内するから。わかったよ、行けばいいんでしょ。そうそう、早く行くよ。早く行かないと主様が試合始めちゃうでしょう。てる、ちょっといい。どうしたの、エテルちゃん。ちょっとお手洗いに行きたいから抜けるね。あ、じゃあついて行ってあげるよ。大丈夫だよ、私がちゃんと見てるからさ。スティア様が言うなら問題ないですね。ん？よし、それじゃあレッツゴーだよ。はーい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。